世の中には水キムチっつうもんがあります。水キムチ、実はメインディッシュは水の中に浮かんでる野菜じゃなくって、この水気をすするっていうキムチ、なんかね聞いたことある。韓国に旅行に行った日本人が水キムチ出てきて、日本人まさかこの水がメインディッシュだと思わないから、数枚入ってる薄い野菜だけ引き上げて、メインディッシュの水は全部残して帰ってったっつって、水キムチは水を飲むもんなのにって。乳酸菌の宝庫、辛くないキムチ。水キムチの汁で冷麺のスープ作ったりします。なんか水キムチって言ったら夏っぽいのに、なんでこのクソ寒い冬に私が水キムチを作ってみようかと思ったかって。実はね、ヨーグルトの上澄みの汁、ホエーで水キムチ作ったらいいよっていうレシピ見て、あーやってみたいと思ってやってみたのがきっかけ。結論から言うと、ヨーグルトの上澄みの汁、ホエーで水キムチ、さほど作る必要はない。ホエーの良さがわからなくなる。ホエーの良さを十分に発揮できるのは水キムチではなく、こちらの浅漬け。もしね、水キムチやろっかなって思う人、ホエーで水キムチやめときな。調べたらさ、水キムチって米のとぎ汁で作るっていうレシピがたらふく出てくんのね。米のとぎ汁だよ、ちっとも美味しそうに思えないじゃない。なのになんでみんな米のとぎ汁って言ってんのかなと思って。やっぱそういうものはね、自分の体をもってして実体験してみないと、これは作って食べるしかないでしょう。食べてみました。結果、騙されたと思って米のとぎ汁やりましょう。はい、これ分量。まずね、漬け込む野菜準備しましょうか。今冬なんでね、大根とか白菜とかね、そのあたりを入れるべきでしょう。でも水飲むキムチよって言いながら、やっぱりね、具をたくさん入れたくなっちゃうんだよね。ちょっとでいいんだよね。大根なんてたかが10センチだし、人参も1本しか刻まなくていいし。でも作ってみたら、結構野菜ダクダクな雰囲気に仕上がってきますね。リンゴ以外の野菜、まず刻んだら、小さじ2杯ちょいっていう塩の分量のうち、小さじ 0.5 杯ぐらい先に使っちゃいます。リンゴ以外の野菜に小さじ 0.5 ほど塩振って、ちょっとしんなりさせましょう。で、米のとぎ汁はね、濃いとこね。まず一発目はまあね、捨てるとしても、2回目からのとぎ汁取っときましょう。で、これ私参考にしたレシピがね、塩やお砂糖をちゃんと溶かすために沸騰直前まで温めなさい。これはね、私ハテナですね。する必要があるのか。今から発酵させるから、ちょっとぬるま湯程度ぐらいの方が発酵しやすいじゃない。発酵に適してる温度60度65度ぐらいじゃなかったと思ってね、ぬるま湯状態を実はね加えたんですよ。これやらない方が良かった。なぜかというと、リンゴが漬けてる間に色が変わってきます。他の野菜はね、全然変わっていかないんだけど、リンゴだけはすっごく汚い色に変わってくるのね。冷たい汁気を入れて漬け込んだタイプはリンゴはね、変色しなかった。ってことは、このぬるま湯、リンゴがね変色するんですよ。米のとぎ汁、お砂糖や塩が溶けづらい？何日も何日も汁の中に使ってますからね、その間に溶けるでしょう。だから火にかけるっていうことはしない方がいいと思います。唐辛子はね、防腐剤代わりない。さあ、これをね、泡粒が生まれてきて、汁気が酢を入れてないのに少し酸っぱいなっていう味に変わってきたら、冷蔵庫にしまいます。冷蔵庫に入れて3日4日で食べきりなさいみたいなこと書いてる人もいますけど、それじゃあ味が育ってない気がした。1週間2週間日持ちしますね。どんどん味は変わっていきますけど、ゆっくり食べて大丈夫かと思います。さあ、これね、私の正直な感想、2週間ぐらい経ったところで食べたんですよ、飲んだんですよ。何かの味に似てる。何の味だろう。日本でいうとこのぬか漬けの漬物、ぬかって結局出元は米じゃないですか。だから似たような味がするんだ。米のとぎ汁で水キムチを作りなさいっていうのを腑に落ちましたね。そういうことかと思って、水キムチ米のとぎ汁で作るっていうのおすすめです。米のとぎ汁っていうのはお手軽簡単タイプね。お手軽簡単タイプじゃないやつ、はい、分量こちら。これ見れば分かる通り、
いろんなもの入ってますよね。果物、大根、玉ねぎ。水と片栗粉で作ってる海苔っていうのは、これは餌ですね。菌が発酵する時のための餌。アミエビっていうのはね、これ本当はね、塩から入れなさいって書いてあったんだけど、そんなもん持ってなかったんで、でこのアミエビでもいいんちゃうかと思って代用で入れました。ミキサーでね、ドロドロに粉砕して、で水でこれを薄めて上澄みだけもらうっていう感じかな。結構めんどくさいですよね。でもすごいですよね、こうやって作るんだ。でこういうのを餌にして発酵していくっていうんだから、美味しくないわけがないでしょ。お手軽簡単な米のとぎ汁ご紹介しましたけど、野菜汁につけたタイプと味がどう違うのかって言ったら、野菜汁につけた方が複雑な味がしてる。どっちがより美味しいかって言ったら、そりゃあ野菜汁の方ですよ。時間があってより美味しいもの食べたいなっていう人はこの野菜汁で、時短で作りたい発酵食品好きだなっていう人は米のとぎ汁でやってみてください。みんなが米のとぎ汁で水キムチできるよできるよ、ほんまに美味しいんか、やってみました。米のとぎ汁がね、こんな風にして活用できるんだっていうのはちょっと驚きでしたね。ってことで皆さんもやってみてください。それじゃあまた。